明るいキャラクターで場を盛り上げるバラエティタレントの菊池亜美さん。昨年、第一子を出産されましたが、産前と産後で体重がどう変わっていったのか調べてみました。菊池亜美は産後太りで何キロ増？現在の体重は 60kg 台、ダイザップ前とも比較、について、どうぞご覧ください。目次、菊池亜美は産後太りで何キロ増えた？菊池亜美のウィキプロフィール、菊池亜美は産後太りで何キロ増えた？臨月ではプラス16キロ、出産直後臨月より3キロ、出産1ヶ月後臨月よりマイナス10キロ、結局、10キロ、菊池亜美の現在の体重は 60kg 台、菊池亜美は産後3ヶ月で復帰。菊池亜美の現在の体重は 60kg 台、現在の菊池亜美はライザップ前よりも太った。まとめ、菊池亜美は産後太りで何キロ増えた？菊池亜美産後太り何キロ？菊池亜美のウィキプロフィール。名前、菊池亜美、菊池亜美。生年月日、1990年9月5日。出身地、北海道北見市。血液型、B 型。身長、164cm。デビュー、2006年。ジャンル、タレント、事務所、レプロエンタテインメント。菊池亜美さんは1990年9月5日生まれ。2021年現在の年齢は30歳。バル、2008年4月、アイドルグループ、アイドリング、の第2期生に選ばれ、16号として活動。バル、2014年11月に同グループを卒業し、以降、タレントとしてテレビラジオ CM で活躍。バル、2018年2月、一般男性と結婚し、2020年8月に第一子を出産しました。菊池亜美は産後太りで何キロ増えた？バル、臨月ではプラス16キロ。バル、菊池亜美さんは、出産までの体重の増加について、YouTube で詳しく語っています。バル、医師からは、1ヶ月に 1kg ずつ増やして、12kg くらい増えても大丈夫ですよ、と言われていた菊池亜美さん。バル、妊娠初期は、言われた通り1ヶ月に 1kg 増えていたので安心していたところ、安定期を過ぎてから1ヶ月に 3kg 増えていき、結果、臨月には 16kg 体重が増えたそうです。バル、出産直後臨月より 3kg、バル、出産したら胎盤等もなくなるから、痩せると信じていた菊池亜美さんでしたが、出産後体重を測ったところ、ちょうど赤ちゃんの重さの 3kg しか減っていなかったとのこと。バル、出産1ヶ月後臨月よりマイナス 10kg。バル、そして、出産後1ヶ月は赤ちゃんの世話に追われ。自分のご飯やトイレのことすら忘れるほど大変だったそうです。バル、そのため、出産後1ヶ月に、臨月の頃からから 10kg 体重が減ったそうです。バル、結局、10kg、バル、勢いづいた菊池亜美さんは、動画の最後に、2020年内にあと 6kg、痩せますと宣言しました。しかし、この動画で、1kg も減らなかったことを正直に告白しています。バル、しかも久しぶりに会った友達に、妊娠中より太った、とまで言われてしまったそうです。バル、というわけで、鈴木亜美さんは、臨月の 16kg 増から 10kg 痩せてらっしゃるので、産後太りで 6kg 増えたことになります。菊
菊池亜美の現在の体重は 60kg 台。菊池亜美は産後3ヶ月で復帰。産後、たった3ヶ月で仕事に復帰した菊池亜美さん。早期復帰のきっかけは、ファーストサマーウイカさんや朝日奈央さんが、バラエティに進出してきたことだったそうです。私ももっとゆっくりするつもりだったと話した菊池は、結構いっぱい出てきているじゃないですか。バラエティタレントが、と話し、東野が、ファーストサマーウイカさんとか、と例を挙げると、そう、それと反応。キャラは違うけど、似ているところがあって、同い年で、元アイドルで、むちゃくちゃ可愛いわけじゃない。というのがあって、もっと早く復帰した方がいいかなと思って、と説明した。引用元中スポ、菊池亜美の現在の体重は 60kg 台。菊池亜美さんは体重の増減が激しい方なので、妊娠直前は何 kg だったかわからないのですが、2019年にライザップで 49.7kg まで落としていますから、50kg と仮定しましょう。バル、そこから産後太りで 6kg 増えていますから、2021年現在 56kg ということになります。バル、女優のアメクミチコさんが同じ 56kg ということで、比較してみたいと思います。菊池亜美産後太り何キロ、産後太っているのを気にして体型をカバーする服を好んで着ている菊池亜美さんですが、この比較写真を見る限り体重は 56kg か、それよりも痩せているように見えますね。バル、ちなみに、元ドラえもん役の声優、大山信代さんは 60kg だそうです。菊池亜美産後太り何キロ、インスタ、やはり、菊池亜美さんが 60kg あるようには見えません。というわけで、現在の体重は 50kg 台であると考えられます。スポンサーリンク、現在の菊池亜美はライザップ前よりも太った。ライザップ前の菊池亜美さんの体重は 60.2kg でした。菊池亜美産後太り何キロ、画像引用元、ツイッター。現在の体重は 50kg 台と考えられますから、ライザップ前よりは痩せていらっしゃいます。バル、身長が 164cm ある菊池亜美さんが 50kg 台なのは、決して太っているとは言い難いですが、産後太りを気にする菊池亜美さんに、旦那様が素敵な衣装をプレゼントしました。菊池亜美産後太り何キロ、画像引用元、インスタ、確かにこれを着てから自分の体を見ると、痩せてるように見えますね。愛情深い旦那様だと思います。バル、しかし、医師から逆流性食道炎の原因が内臓脂肪だと言われてしまった菊池亜美さん。やはり、健康のためにも産後ダイエットをする必要があるみたいですね。